ブラッドリー・スミスは、イギリス・オックスフォード出身のオートバイレーサー。2010年まで、ロードレース世界選手権 125cc クラスに参戦し、2011年から、元2クラス、2013年からは、モートジッピークラスに参戦する。2015年鈴鹿8体優勝。スミスの父親は、モトクロスレーサーであり、一家は練習用の屋外コースを所有していた。スミスが、 モトクロッサーに乗り始めたのは6歳の時だった。スミスはアカットが主催する若いライダーのためのアカデミーへの参加を申し込んだが選出されることはなかった。2004年13歳のスミスは初めてのロードレースアプリリアスーパーティーンレースに参戦しアカットアカデミー所属の3人に次ぐシリーズランキング4位の成績を残した。翌2005年は この年からドーナが始めた、モートジッピーアカデミーの一員として、スペインの国内ロードレース選手権 125cc クラスに参戦。終盤の3レースで優勝し、チャンピオンのマテオ・トゥネスに、わずか1ポイント差のシリーズ2位となった。125cc クラス2006年2006年、スミスはアルベルト・プーチヒキール・レプソル・ホンダチームから、 ロードレース世界選手権 125cc クラスにデビューを果たした。第15戦日本 GP で8位に入ったのが最高位となり、シリーズランキングは19位でルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得することができた。2007年2007年もチームに残留し、第4戦フランス GP で初表彰台を獲得、他にもトップ10圏内のフィニッシュを9度経験し、 シリーズランキングは10位と成績を伸ばした。2008年2008年は、ポラリスワールドチームと契約、マシーンをアプリリアに乗り換えた。開幕戦カタール GP では、自身初のボールポジションを獲得するが、決勝ではトップを走行中にマシントラブルに見舞われてしまった。シーズン中盤には何度も転倒による怪我を負って苦戦したものの、第2戦スペイン GP では3位。 雨により赤旗レース中止の影響でわずか5周の超スプリントレースとなった第5戦フランス GP では2位表彰台に立った。第9戦ダッチ TT と第10戦ドイツ GP では一時トップに立ったが結果は表彰台圏外に終わった。結局このシーズンに勝利を挙げることはできなかったものの3度のポールポジション4度の表彰台を記録してシリーズ6位に入った。 2009年2009年イギリス GP2009 年スミスはホルヘマルチネス率いるバンカハースパーチームに移籍し引き続きアプリリアを変えることになった同チームとは2008年にも契約寸前まで至った経緯がありまた翌2010年シーズンには同チームで 250cc クラスにステップアップするオプションも付けられたスミスは第3戦スペイン GP で圧倒的な 強さを見せて、グランプリ初優勝を遂げた。シーズン初のポールポジションを獲得した第5戦、イタリア GP では、ニコラス・テロル、フリアン・シュモンとの激しいバトルを制して、シーズン2勝目を挙げた。この時点でスミスは74.5ポイント、チームメイトのシモンを3.5ポイント上回って、タイトル争いのトップに立った。しかしその後のレースではシモンが調子を上げ、 最終的にチャンピオンを獲得した。シーズン最終盤には、スミスは3戦連続で、シモンとのトップ争いに敗れて2位となり、そのうちの2戦は、ファイナルラップでの逆転劇だった。結局このシーズン、スミスは2勝で、シリーズ2位となった。2010年2010年シーズンに向けては、新しく始まる、元2クラスに参戦する複数のチームと交渉を行ったが、 結局アスパー 125cc チームに残留することとなった。チャンピオン獲得を目指したスミスだったが、このシーズンはマルク・マルケス、ニコラス・テロル、ポル・エスパルガロのスペイン人3人によるチャンピオン争いには絡めず、勝利は最終戦バレンシア GP での一勝に止まり、年間ランキング4位に終わった。元にクラス2011年に2011年シーズン、 スミスは、元2クラスにステップアップし、フランスのテック3チームで、マイク・デ・メディオのチームメイトを務めることとなる。ありがとうございます。